皆さんこんにちは、井上亮です。初めての方もいらっしゃると思うんで、もう単刀直入に言います。この動画を作った理由は、皆さんに感謝の気持ちを伝えたかったからなんですね。人生いろいろあると思います。一人一人、それぞれのストーリーがあって、で楽しいこともあるし、楽しくないこと、悲しいことだったり、苦しいこと、これはほとんどの人が感じることだと思うんです。で自分ももちろん楽しいこともあれば、辛い時もあると。最近は特にね、ずっとこう苦しい時期なんですけども、自分にとっては。でもだからこそ、皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思ってこの動画を撮ってるんです。特に僕のことをサポートしてくれている皆さんね、ファンの方だったり、ファンじゃなくても井上亮をサポートしてくれている人たち、そしてなんか知らんけどおすすめに出てきたわっていう適当に見てくれている人にも感謝の気持ちを伝えたいと思います。本当にみんなが幸せであってくれればいいなって本当に思ってます。もう偽善とかそういうのじゃなくて、マジで思います。やっぱこう、自分にも優しくなれるんですよね、温かい気持ちというか。でそういう意味で人間でつながってるなっていうふうに思います。辛いことを経験してる人もいると思います、今この瞬間ね。だけど一人じゃないよっていうことを伝えたいです。もちろん会ったこともないね、この先会うこともないかもしれない。でもそういう意味じゃなくて、誰だって辛い時はね、ほとんどの人がある。自分も今こうやって本当にギリギリの状態なんだけど、でも感謝の気持ちが本当に湧き上がってくる。みんなが幸せであってくれればいいなってマジでいつも思ってます。みんながそういう気持ちになれたら本当に素晴らしい世界になるよね、本当はね。夢物語みたいなことかもしれないですけど、こう人の幸せを願うことによって、明日もなんかやる気が出るというか、頑張れる気持ちがあるんですね。いくらね、こうやって話しても綺麗事にね、聞こえてしまう人にはそう聞こえてしまうかもしれない。それはそれで、しょうがないです。でも僕は、ツイッターとかでもよくね、その感謝の気持ちを伝えてるんですけど、動画にもしたいなと思って、この気持ちがね、恥ずかしいという賢者モードが来る前にですね、動画にしたかったんですよ。だから、この動画を見てくれた皆さん、ありがとうございます。そして、皆さんが健康で幸せでありますように。それでは。